皆さんこんにちは、ルイです。今回はナギで高ランクが狙えるおすすめ編成例とクロスナギをフレンド枠にして高ランクが狙えるキャラおすすめ編成例を紹介していきたいと思います。今日で桜のシーズンスタート終わってしまったんですけど、新しくトレーニング強化キャンペーンまた始まりましたね。ブルーロックエピソードナギ公開記念の特別なコンセントレーションゾーンが発生します。今回の強化キャンペーンは星3選手全てが対象となっていて、トゥーザワールドでトレーニングを開始するとナギとレオをイメージした特別な C ゾーンが発生します。さらにアウェイクニングスタートとなっており、最初に特別な C ゾーン一旦継続してインスピが最大10個付与されます。前回の桜 C ゾーンとほとんど同じですね。桜シーズンが終わってしまうと高ランク狙うの難しくなるなぁと思っていたんですけど、これで問題なさそうです。そして4月26日の14時59分までナギの集中トレーニングミッションも開催されています。この集中トレーニングミッションでは普段とは違う特別なエフェクトのアイコンが獲得できます。ナギの戦力上位100位以内が超レアアイコン、そして上位2000位以内がレアアイコン、そしてキックのステータス値1万位以内がレア称号がもらえます。さらにランキング500位以内に入っていればリアルグッズももらえるんで、頑張って高ランクを狙ってトレーニングしていきましょう。ちなみに4月19日13時時点の結果は100位以内が1935万、ランキング2000位以内が781万、そしてキックのランキング1万位の数値は80万となっています。これからまだまだボーダーは上がってくると思いますが、頑張って2000位以内目指してトレーニングしていきましょう。まずはナギのおすすめ編成例から紹介していきます。今回の集中トレーニングミッション対象のナギは星2のナギ、旧ナギ、新ナギ、執念ナギ、クロスナギ、全員が対象選手となっていますね。レベルが高いナギを育成キャラに設定してトレーニングしていきましょう。今回は最新キャラであるクロスナギや執念ナギ、新ナギ、全部が育てやすいキック特化編成例で紹介していきます。もしテクニック特化編成やスピード特化編成例も欲しいという声が多かった場合、また改めて動画を作ろうと思うんで、作ってほしいなっていう方がいましたらコメントしてください。基本65レベルを想定して編成を組んでいます。ボーナス枠はレベル80以上を想定しています。まず理想編成例はキラ、キックボーナス枠、そしてボーナス枠2つ、フレンド枠はクロスちぎりとなっています。キックボーナス枠は1つしか書いていないんですけど、キック枠のキャラが複数100レベルの場合、複数体編成しても大丈夫です。ボーナス枠はクロスレオと袴潔が最優先。この2人はスペシャルレクチャージボーナス 120% なんでかなり強いです。あとは手持ちでレベルが高いキャラを優先して編成していってください。覚醒ライチ、斬鉄のレベルが高い人は編成すれば継続しやすい金の C ゾーンがあるんで、かなり上振れが期待できますね。とにかくキックの数値を上げたいっていう人は貫突のキックキャラを最優先、覚醒バロー、ホンダ、覚醒リンですね。そして余った枠に袴潔とクロスレオの貫突がいれば優先。それでも枠が埋まらない人はボーナス枠や大王枠の中からレベルが高いキャラを編成していきましょう。キラを65レベルで編成している理由は、特殊能力で金の C ゾーンがあるのと対ブルーロックマンの白紫カードがあるからです。もし覚醒リンとキラのレベルが同じぐらいの場合は金の C ゾーンを選ぶか、覚醒リンが持っている対ブルーロックマンの白緑を選ぶか、好きな方を選んで大丈夫です。もちろんレベル80以上のキャラで4枠埋められるならキラを編成から外しても大丈夫です。おすすめのサポートカードはハッピーバレンタイン、メイドバロー、ムカつきゃ熱くなるの3枚となっています。大王カードは死んでも勝つ、奪いに来い、国神&ちぎり、潔&バチラ、ワールドチャンピオン、待ってるぞヒーロー、負けられない、ハロウィンバチラ&リンです。理想カードの3枚がレベル80未満で、大王カード1の中にレベル80を超えているカードがある場合、ムカつきゃ熱くなると交換して大丈夫です。メイドバローとハッピーバレンタインは無凸でもかなり強いんで、あと1枠に
貫突やレベル80以上のカードをとりあえず入れておくだけで戦力かなり上振れると思います。そして次はフレンド枠にクロスナギを設定した時に伸びるキャラおすすめ編成を紹介していきます。フレンド枠にクロスナギを設定して伸びやすいキャラはキックの成長率が高いクロスちぎり、覚醒リン、シドウ、覚醒バロー、ホンダ、このあたりがおすすめです。クラブマッチやリーグマッチでも活躍できるキック特化の選手を作りたい人はこの5人の育成をしていきましょう。他にも戦力更新したいっていう人はキラ、クロスバチラ、アダムブレイクも伸びやすくなっていますね。今回は覚醒リンを例にして編成例を組んでみました。育成キャラの枠を自分で入れ替えてトレーニングしてみてください。編成例的には先ほどとほとんど同じとなっています。違いは覚醒リンが育成キャラなんで理想編成には入れられないことと、フレンド枠はクロスナギなんで執念ナギや新ナギが使えないことですね。もしクロスナギのレベルが100レベルの人はフレンド枠はクロスレオ、袴潔、クロスちぎりの中から選択してください。最後に劇場版ブルーロックエピソードナギ公開記念チケットガチャ16枚貯まったんでとりあえず10連引いてみたいと思います。確率とか排出内容どこに書いてあるかちょっとわからなかったんですけど、とりあえずクロスナギとクロスレオは出ないということだけが分かっています。おそらく今までの記念ガチャと同じような内容だと思うんで、ワンチャンここから星3キャラクロスちぎりや覚醒リンを狙ってガチャ引いていきます。ステーキか星3キャラ来てほしい。キッカー潔、これも確か演出があるはず。金ボールにはならないけどネットも破れない。さあどうだ、金ボールは一つ。やっぱり強化素材系ですね。お、ステーキ出た、熱い。金ボールは残念ながら星2でした。まだまだ毎日ログインしたりミッションをクリアしていけばガチャチケットたくさんもらえるんで、このガチャチケットたくさん貯めて星3キャラ皆さん当てに行きましょう。アルティメットガチャとナギガチャ、レオガチャ初回無料分40連分残してるんで、またゲリラガチャが来た時に一気に引いてナギやレオの凸、そして手持ちの貫凸が近いキャラの凸狙っていきたいと思います。交換ポイントも今回は特別価格として150ポイントで好きなキャラかカード選べるようになっているんで、おそらく前回と同じように無料ガチャやゲリラガチャをちゃんと引いていけば1体は好きなキャラかカード選べそうですね。ゲリラガチャが来た時は見落としがないようにしっかりガチャ引いていきましょう。ということで今回の動画はナギで高ランクが狙えるおすすめ編成例とクロスナギをフレンド枠にして高ランクが狙えるキャラとおすすめ編成例の紹介でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。